ジャンボ宝くじ。ジャンボ宝くじとは、日本で販売されている宝くじの一種で、年に3回ある、全国自治宝くじである。1979年よりスタート。これらの宝くじは、すべて1枚の額面が300円であり、総務大臣の指定を受けた、当選金設定の例外、詳しくは当選金の上限参照である。期待当選金額は140から150円。 程度である。1979年の第151回全国自治宝くじをサマージャンボとして発売、1枚200円で1等当選金は2000万円だった。その年のジャンボ宝くじはそれだけだったが、翌1980年より年3回の発売が高齢化する同時に1枚300円、1等3000万円となる。その後、 前後賞合わせて5000万円の当選金となっていたが1985年に規制緩和により最高賞金額は販売額の20万倍までに拡大され一等当選金は5000万に大幅増、前後賞合わせて7000万円となる。1989年にはついに一等当選金6000万円、前後賞4000万円となり連番購入で1億円の大台に突入し話題を集めた。 その後、1999年ドリームジャンボ宝くじは一等の当選金が2億円、前後賞が各5000万円となり、その時期がしばらく続いた。2012年のサマージャンボ宝くじで一等4億円、前後賞経営1億円合わせて5億円と過去、最高額とする一方、ドリームジャンボ宝くじでは一等1億円。 前後賞計1000万円に下げる代わりに一等本を1ユニット7本と多く設定するなど思考を持たせている。ただし2014年のドリームジャンボ宝くじは一等が2011年までの1ユニット1本となる代わりに最高が2012年の5倍となる5億5000万円に付加された。なお、最高額は2012年年末に一等4億円、前後賞各1億円合わせて6億円。 2013年年末に一等5億円、前後賞各1億円合わせて7億円。2015年年末には一等7億円、前後賞各1億5000万円合わせて10億円と、ついに大台を突破した。一方、2015年年末の一等の当選確率は、前年の半分となる2000万分の1と過去最低を更新している。ジャンボ宝くじの発売日、特に年末。 ジャンボには、全国各地の大規模販売所や小規模ながら、大当たりがよく出る、販売所などで宝くじを求める、人々の大行列が起こり、風物詩となっている。バレンタインジャンボ宝くじ、2017年までは、グリーンジャンボ宝くじと、ハロウィンジャンボ宝くじ、2016年までは、オータムジャンボ宝くじも、当選金が高額であるため、ジャンボ宝くじと呼ばれているが、 これらの宝くじは発行できる枚数が限られている、ユニット数に上限がある。売り切れごめん全国通常宝くじである点が異なる。2014年以降4月発売、5月抽選の記念宝くじも全国通常宝くじであり、ジャンボ宝くじではない。よって、正式なジャンボ宝くじとなるのは、ドリーム、サマー、年末の3つである。なお、 これとは別に2016年からはスクラッチにおいても1枚300円のものが発売されている。サマージャンボ宝くじは市町村振興を目的としているため、政令指定都市は発売したいとならない。正式なジャンボ宝くじに数えないバレンタインジャンボ宝くじ、ハロウィンジャンボ宝くじも同様である。年末ジャンボ宝くじの抽選会は、 一等の最初の当選番号が発表されるときに、当選おめでとうと書かれた電飾付きの看板が吊るされ、最後の当選番号発表後、天井からくす玉が割れて祝福していたが、近年はキャノン砲と呼ばれる機械クラッカーを使ったものに変わっている。抽選会は NHK が生中継を行っている。2010年度までは BS2。 2011年3月31日閉局を中心に言っていた年末ジャンボ宝くじは総合テレビやラジオ第一も同時放送が2011年度以降は総合テレビでの放送となっている年末ジャンボ以外の時間帯は原則として12時38分 -12、45分。ただし、あらかじめ収録放送番組の放送が決まって時間変更のできないとき 特設ニュースなど番組編成上の都合で総合テレビでの放送ができないときは BS プレミアムで大体放送される時間帯は乗りとして12時35分 -12、45。稀に注目の高い全国通常宝くじの抽選会の模様が放送されることもある。過去に阪神淡路大震災復興宝くじの抽選会の模様が1995年に放送された。 また2017年のサマージャンボ以降の抽選会は、l i n e イブで生配信されている。どのジャンボ宝くじにも、抽選会後には、アトラクションと称するイベントが開催される。しかし近年では抽選会難条件が宝くじ、購入者でかつ20歳以上に限られており、非常に厳しくなっている。アトラクション、プレゼンターが出演する、宝塚歌劇公演。アトラクション、 プレゼンターが出演するコンサート、ショー、アトラクション、プレゼンターが出演するコンサート、ショー、いずれも2005年度、2007年年末ジャンボでは、西田夢蔵と小林幸子がコラボレーションした CM ポスターが制作され、2009年年末ジャンボでは、西田夢蔵と柳原かな子が共演した。2009年サマージャンボでは、西田夢蔵と上野由紀子、 2010年サマージャンボでは新しい宝くじ千万サマー同時発売に伴い西田夢蔵とオードリーが出演2010年ドリームジャンボでは三億無の陣としてホ勝豊と奥方高島玲子が出演2008年ドリームジャンボでは新しい宝くじミリオンドリーム同時発売に伴い夢蔵に加えた超クラブの上島龍平が奮する 西田翔夢像というキャラクターも登場する。2012年グリーンジャンボでは、新しいイメージキャラクター木村拓也と中里江舎が出演。同年春のグリーンジャンボ、復興支援くじでは、ゴークエンジャーで登場。また、同年度最初のジャンボくじでもある5月のドリームジャンボでは、複数の在日欧米人とウエスタン風で共演。サマージャンボでは、 木村拓哉とジミー・大西が出演。2013年オータム・ジャンボでは木村拓哉と山田花子が出演。同年の年末ジャンボでは木村拓哉、渡哲也、段ンクリス・松村が出演しているが人形での出演となる。2014年はドラマ、奥様は魔女で夫婦を演じていた米倉良子と原田泰三が出演している。 ヨネクラは貴婦人役に奮するが、原田はシャフ役に奮する。オータムジャンボでは、ヨネクラと原田と佐野武志が出演。年末ジャンボでは、ヨネクラと原田と大久保佳よと織田信成が出演。2015年は、ドリームジャンボでは、ヨネクラと原田と竹井壮が出演。サマージャンボでは、ヨネクラと原田と洋潤が出演。オータムジャンボでは、 ヨネクラとハラダと優が出演。年末ジャンボではヨネクラとハラダと所ジョージと竹井壮とヨウと優が出演。2016年はグリーンジャンボではヨネクラとハラダと所ジョージが出演。2016年ドリームジャンボからは新しいイメージキャラクター綾野剛、綾ヨ団員と所ジョージ、ジョージ博士が出演。 2016年年末ジャンボでは、綾野と所と、井川春香、井川大佐が出演。2017年ドリームジャンボからは、役所工事と、島崎遥香が出演。さらに、宝塚歌劇団とタイアップし、星組トップスタークレナいゆずるが出演。2017年サマージャンボでは、役所と島崎と、鈴木奈々が出演。2017年ハロウィンジャンボでは、オリジナル版を、 役所、島崎、オラキオ、長友光弘が出演。アイドルコスプレ版では、桃色クローバー Z が出演。2017年年末ジャンボでは、役所と島崎と、平野ノラと、加計美和子が出演。2018年バレンタインジャンボでは、役所と島崎とエベリリトルシングが出演。2018年ドリームジャンボからは2017年に、引き続き役所が、新メンバーとして、 新川優愛が出演。ドリームジャンボミニの CM では、ラグビー、日本代表の福岡県樹、立川理道、田村優が出演。2018年サマージャンボでは、役所と新川と TRF が出演。2018年年末ジャンボでは、役所と新川とバイキングとプルゾン・チエミが出演。2008年のドリームジャンボ発売時に、ジャンボ宝くじ30周年を記念して、 一等当選金を100万円としたミリオンドリームが発売された。2010年にはサマージャンボ発売時に一等当選金を1000万円とした1000万サマーが発売された。2012年からは一等を10万円としたドリーム10が発売された。これらもサマージャンボと同様に市町村振興が目的のため精霊指定都市は発売元とならない。こちらも 全国通常宝くじのため発行できる枚数が限られているユニット数に上限がある。売り切れ5面。こちらも全国通常宝くじのため発行できる枚数が限られているユニット数に上限がある。売り切れ5面。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。